こんにちは、村山智美です。タイムウェーバーを使い始めてもう約3年半ほど経ちました。800名以上のクライアント様とのご縁をいただき、セッションももう3000回以上させていただいてます。たくさんの経験をさせていただいた中で多くの気づきをいただき、そして私が感じたことなんかもこういった動画の中でお伝えできたらなと思っています。タイムウェーバーのことについて全くエネルギーのこととかわからないっていう方に少しでもわかりやすく説明ができたらなと思い、こういった音声動画を作ることにしました。今回私も今こうやって話す前にタイムウェーバーで実は自分自身を調整しています。音声を通してですけれども、やっぱりエネルギーって伝わると思うんですね。少しでも皆さんに喜んでいただけるような周波数で届けられたらなと思って、自分自身もエネルギークリアリングとか、あとはオーラの調整だったり経絡の調整だったり、必要なことを少しパパッと調整をしてから、タイムウェーバー的には最適な状態で、臨ませていただいてます。今回、自宅から音声を撮っているので少しね生活音と入ってしまうことがあるかもしれません。その時はご容赦ください。あと今回、タイムウェーバーに実はもう一つ聞いていて、このパート1をやるにあたってどこを意識したらいいかな、どの辺をフォーカスしていこうかなっていうことをタイムウェーバーに聞いたら、とにかくゆっくり喋りなさいっていうことを言われたので、今回はなるべくゆっくり話せたらなと思います。90分のセッションでは結構ね時間との戦いでマシンガントークですごい早口になってしまうんですけれども、今日はね少しゆっくりめに話していくことを気にかけていけたらなと思っています。じゃあ本題に行きましょう。あ、そうですね、その前に、タイムウェーバーのこと分かりやすくお伝えしたいんですけれども、やっぱり初歩的な初歩の話をしたりとかするので、もうプロフェッショナルな方たちとか、知識をお持ちの方とか、周波数とか波動とかスピリチュアルとかホリスティックとかですね、知識をお持ちの方に、聞いていただくにはちょっともうあまりにこう申し訳ないような感じにはなってしまうんですけれども、でもこう分からないっていう方が少しでも、あ、そういうものなのかな、なんとなく分かったなっていうふうに言っていただけるような動画にしたいなと思っています。パートいくつまでいくかは分からないんですけれども、楽しんでいただけたら嬉しいです。そして、ちょっとね知識がおありの方とかは、もうタイムウェーバーという本をね読んでいただいたら、寺岡さんが書かれてますね、もう十分ぐいっとまとめてくださっていてすごく分かりやすいですし、難しいところもあるかと思うんですけど何度読み返してもいい本です。ぜひぜひそちらをご覧いただければと思います。もちろんなんか多分もう持ってるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ここでは私の方では、分からない、エネルギーのことも分からない、ちょっと全然初歩的ですよ、スピリチュアルとかもあまりちょこっとしかかじってないですっていう方たちに少しお届けできたらなと思っています。では早速タイトルのタイムウェーバーって一体何をしてくれるのっていうところのお話をしていきたいと思います。もう簡単に言ってしまえば、向かう先を応援して調整までしてくれる機械なんですね。未来の目標のために過去に解放が必要なことがあればそれを調整してくれて、未来の目標へと進みやすくしてくれるもの、促進してくれるもの、加速させてくれるもの、そういうふうに考えていただけるといいと思います。要はちょこっと画像とかでも、すいません私あんまりね絵が得意ではないんですけど、字もあまり綺麗じゃないんですけど許してください。目標ですね、目標だったり願望だったりとか願いだったりとか、そこに向かっていくことをサポートしてくれるのがタイムウェーバーであり、タイムウェーバーが送るバイブレーションなんですっていうところなんですね。で、私たち目標に向かっていくにあたってスムーズにこうまっすー
ぐ行けたらいいんですけれども、残念ながら向かう先に行くときに、寄り道をしてしまう時だってあるんですよね。で、寄り道が悪いわけではないんですよ。近道がいいわけでもないし、寄り道が悪いわけでもないし、まあ全て必要なことが起きている、無駄なことは一個もないとは言われています。ただなんかこう向かう先にもし阻害要因、何か必要がないことだったりがあった時には、それが少しタイムウェーバーの力で解放ができたら嬉しいですよね。それができちゃうのがタイムウェーバーなんです。例えばそうだな、例えば私たちが瞑想なんかをするじゃないですか。瞑想なんかをすると、瞑想してる途中であれやこれや雑念が出てきちゃったりしたことありませんか？結構私よくあるんですけれども、現代人の方って雑念が結構出てきやすいんですね。なぜかっていうと、まあそれはそのなぜかっていうのを教えてくれるのがタイムウェーバーでもあるんですけれども、例えばの例で言うと、もちろんストレスもあるし、都会に住んでるとやっぱりいろんなバイブレーション浴びていますよね。そうするとどうしてもね、邪魔する、すんなりこう瞑想モードに入るには入れなくなったりすることもあるんですね。で、日々のこういろいろ考えなきゃいけない、もう思考がすごい働いちゃってたりとか、解決できてないことがあると、瞑想モードに入った瞬間に、あーあれこれしなきゃ、あーこれしなきゃっていう風に出てきちゃう。で、このあれしなきゃこれしなきゃって出てきちゃうのを何とかして止めようと、で瞑想がしやすく、なんかいい状態に、最適な状態にしましょうっていうのが、これまたタイムウェーバーのバイブレーションでもできちゃうんですっていうことなんです。出てきちゃう雑念を取ってくれるようなものって思ってもいいかもしれないです。他にもですね、もうちょっといろいろと説明していきたいと思うんですけれども、私たちって日々いろんなこと考えるじゃないですか。いろいろなこと考え事したりとか、喜怒哀楽、感情面が揺れたりとか、あとは意識、無意識でもいろいろ、もとにかく思考が働いてると思いますしね。ほんといろいろな要素が絡み合って人生を私たちは歩んでいます。で、この私たちの周りにはですね、まあいろんなエネルギーがあると言われていて、こう自分の肉体だけじゃないような部分もあるんですね。見えない体っていうのがいくつかあるんですよ、私たち。その見えない体、いろんな体いっぱい持ってて、実はまあまだまだあるんですけれども、今一応もうこのぐらいにしておきますが、私たちってどうしても肉体だけではなくて、肉体ではないけれども自分の見えない体っていうのを持っています。これもなんかちょっと初めてエネルギーのこととかスピリチュアルあんまり詳しくない方は、なんて思っちゃうかもしれないんですけど、分かりやすい例で言うと、例えばここにちょっと苦手な人がいるとするじゃないですか。そうするともうあまりに近いとちょっと嫌ですよね。なんとなく少し冷や汗が出てきちゃいそうになっちゃいますよね。でもこの方がもっともっと遠くに行ったらどうですか？ここぐらいでもちょっとあれかな。もっともっと遠くに行ったら、生きるぐらい離れちゃったらあんまり感じなくなりますよね。っていうことは、自分のエネルギー体、自分の見えない体っていうのは意外とこう人が入ってきたら嫌だなって思うようなところだったり、でもまあ究極をいくとね、全部一緒っていうようなワンネスみたいなところになっちゃうんですけど、またその辺話すとこう難しくなっちゃうんで、もう気楽にちょっと軽い感じでいきたいなと思っています。まあ自分の見えない体っていうのがあって、でその体にはですね、いろんな、ごめんなさい、いろいろ書いちゃって、
感じたりとか考えたりとかすると、その考えたこと感じたことがバイブレーションで出てくるんですね。まあ周波数と呼ばれるようなところになってくるわけなんですけれども、何かちょっと感情をね、何か感じたりとかすると、こうこの辺で不安を感じてみたりとか、もちろんこの辺で嬉しい、ハッピー、幸せみたいなことを感じてみたりとか、あとはこう頭で考えたり知性的なことを考えると、この辺で来たりとかっていう形で、いっぱいね、いろんなことを感じていくことができるんです。それらがここにこうパーッとね、星印ではないですけれども、バイブレーション、周波数という形で乗ってきます。でここに上がってくるものって、実はポジティブなものだけではなくて、まあいわゆる私たちが感じるネガティブなことも上がってきたりとかするんですね。で、まあ不安とか幸せ、感情が一番わかりやすいので、少し感情面で話したいんですけれども、例えば悲しいとかね、あとは嬉しいとかね、いろんな感情を私たちって感じるじゃないですか。で、まあ幸せが、まあ、東洋医学の世界では幸せとか嬉しいとかがありすぎちゃうとどうなっちゃうのっていうと、結構ポカミスしちゃったりとか、集中力がちょっと欠けちゃったりとかするわけですよ。だからまあいいことだけが、ね、ポジティブなことがいいっていうわけではない。要は不安とか悲しいとか緊張とかね、とかそういったものも、実はあることによってバランスが取れて、集中力をこう不足せずにしっかり集中しながら仕事をしていったりとかできるわけです。まあいろんな感情を味わって OK っていう考え方があって、むしろいろんな感情を味わわないと、第三チャクラって言われるこう、お腹の太陽神経層、みぞおちのあたりですね、そこのエネルギーは喜ばないんですよね。あまりに悲しいことに蓋をしすぎちゃダメだし、悲しい時は悲しいで OK、 幸せな時は幸せで OK、 緊張してる時は緊張で OK、 嬉しい時は嬉しいで OK っていう形で、いろんな感情を味わって味わっていく。でもバランスいいとよりいいよねっていうことになってきます。まあなんだろうな、いいも悪いもないっていうところなんですよね。無駄は一個もないので、幸せを感じる、不安を感じる、嬉しいを感じる、緊張を感じる、まあ怒りを感じる、悲しいを感じる、いろんな感情をうまくバランスよく感じていきながら、うまく吐き出しもしながら、吸収もしながらということをやっていきます。こういった感情が自分でうまくバランスが取れればいいんですけれども、なかなか取れない時があるんですよね。例えば失敗してしまったこうことが不安の、向かう先、先ほど言ったように目標に向かっていきたいので、私たちは目標に向かっていきたいので、もしその失敗してしまったりした時の恐れがあったりとか不安があったりすると、行こうと思っても止まってしまったり、それを乗り越えるために時間がかかっちゃったりとかするんですね。そこでタイムウェーバーはものすごい役目を果たすわけです。タイムウェーバーという機械はですね、あ、ちなみにタイムウェーバーの機械、あ、ごめんなさい、この機械ですね、この白い機械、4キロぐらいあるんですけれども、この白い機械がものすごい機械で、まあ分析をしてくれる機械、そしてその分析結果をこのパソコン上で見せてくれますよっていう機械なんですね。例えばこのタイムウェーバーはもうこの不安、何か失敗した時の恐れからの不安、この周波数で解放できるよ、この波を送ればこの子を震えて解放していなくなっちゃうよっていうようなことをやってくれるわけです。
この不安がなくなったらまた前進することができますよね。私たち自分でこれをクリアできればいいんですけれども、なんせ生きてるといろんなことがありすぎて、いろんなものが結構まだ溜まってたりとかして、うまく解放ができにくくなったりとかするんですね。思考が働きすぎちゃう時もあったりとか、いろいろあるんです。で、それだけじゃなくて、例えば先ほどちょっと過去のことも含めて解放とかをしてくれるんだっていう話をちょっとしたかと思うんですけれども、過去のことっていうのは今回の人生だけじゃなくて、過去世と呼ばれるような、昔の人生ですね、どの人生かわかんないです。何千回何万回と生まれ変わっていると一応書物では学問的には言われています。私もね、サイキックな能力があるわけではないので、その生まれ変わったのを自分が覚えてるわけじゃないんで分かんないですよ。分かんないけれども、私の中では、そういう学問を学んだ時に、そういうこともきっとあるんだろうな、じゃなきゃモーツァルトってあんなちっちゃい時にいきなりババンってこうピアノ弾けちゃったりしないよねとかね、こう芸術とかね、学問はこう次の、来世に持っていけるなんていう話もあったりとかするので、やっぱりなんかあるのかもしれないなって。で、やっぱりその時その時の人生で学ぶべきことがあって、で、それでまた成長をしていってっていうことを何回何千回何万回と繰り返すんでしょうっていうふうに私も考えているんですね。もちろん経験をした記憶があるわけではないんですけど、でもタイムウェーバーの場合は、過去世なんかと関係してくるようなことかもしれないねとか、あともちろん私たちは両親から生まれてますよね。お父さんお母さんから生まれていて、そしてそのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんから生まれていて、もっともっと言えばご先祖様っていうところも関係してきます。DNA レベルだったりとか、血筋的なものだったりとか、教わってはいないんだけど、なぜかおじいちゃんおばあちゃんに似てるとこがあったりとかみたいなものってあったりするじゃないですか。もう母親とか父親になんか似てくる、父親と母親の場合はね、生活を一緒に共にするんで、そのうちに似てくるケースはあるかもしれないんですけど、そうじゃなくてもなんとなく似てきてしまう癖だったりとかね、無意識でやってしまうことだったりっていうのもすごくあったりとかするんですよね。そういったこともタイムウェーバーは教えてくれるんですね。この不安、例えば失敗、今回の人生で私はその失敗をしてなくて、不安がその失敗はしてないんだけれども、例えばご先祖様が何かその失敗をしていて、その不安感っていうのが引き継いでいて、自分もその不安感を持っちゃってると、それまたね、進めなくなっちゃいますよねっていうことなんです。不安とかネガティブなもの、ポジティブなものが全部なければ進めるっていうわけではない。両方バランスよく持っていて、うまく前進していくために必要がないものっていうのもあるんですよね。解放した方がいいもの、取った方がいいものっていうものも出てくるんです。そういったものはうまく取ってきましょうよっていうことなんですね。いろいろと学んだりとか気づいたりとか、もがき葛藤も魂レベルではすごく喜ぶことなので、すごくいいこと、いい経験してるっていうことではあるんですけれども、でも、もしこの、向かう先、タイムエバーがこうやって、これはこういうところから来てるよ、この幸せはちょっと多すぎてる、バランスが悪いからもう少しちょっと緊張感持とうねとか、何か少し注意深さ持とうねとか、いろいろタイムエバーっていうのは言語化、文字で教えてくれるんですね。そこが魅力ではあるんですけど、教えてくれる、さらに教えてくれるだけじゃなくて、調整までしてくれる。一回の調整でポーン、全部消えちゃったっていう感じよりは、どちらかというとタイムウェーバーで何回ぐらいやるといいよ、何回ぐらいバイブレーション送るといいよみたいな提案があります。で、何時間ぐらいでやるといいよ、何秒ぐらいでやるといいよっていう提案があるので、その提案に乗って、調整をセッションとかではかけていくんですけれども、タイムエバーって何してくれるのって言ったら、私たちが向かう先にもし阻害要因があるとしたら、その阻害要因、もし邪魔するもの、ちょっともし解放した方がいいものがあるんだったら、それを教えてくれて、一緒にこう目標に向かってこう応援してくれる、サポートしてくれる機会っていうふうに思っていただけるといいかと思います。この機会はドイツの機会、
です。自分の向かう先願望を応援してくれるドイツのデバイスっていう風に言われて、デバイスになっています。なるべくね、基本的には最短ルートで行きたい。さっき言ったように回り道したりとか途中で止まっちゃったりとかっていうよりは、なるべく本音を言えば回り道も悪くないんだけれども、止まっちゃうことも悪くないんだけれども、できれば最適なルートで、なるべく早く最短ルートで行きたい、極力最短ルートで行きたい、目標地点まで。これ本音ですよね。正論で言えば回り道も止まっちゃうことも無駄なんて一個もないよ、全部いい経験だよ。だけどせっかく今の時代に生まれてきて、今の時代を生きている私たちだからこそ、ぜひテクノロジーと伝統、あと調和とか融合して、伝統とテクノロジーがこう一緒になって、で、タイムウェーバーというテクノロジーを使用することで、まあ最短だったり最適だったりするルートを教えてもらいながら、まあもちろん簡単に行けちゃうわけじゃないですよ。教えてはくれながら、解放するまでにやっぱり何回か必要になったりするので、その間にやっぱりチャレンジするべきことは起きたりとかしますしね。で、タイムウェーバーでセッションで出てきたような分析内容、たまにこうその後1ヶ月間調整で流してたりとかすると、そういえばこういった時にはタイムウェーバーが何色見るといいよとか、こういう瞑想するといいよとか、こういう画像を見るといいよとか教えてくれたっけなとか、あとは食べ物でこんなものをなるべく食べないようにすると思考がすごくバランス取れるよとかね、タイムウェーバーってほんといろんなことを教えてくれるんですよ。私はもうセッションが楽しくてしょうがないですね。もうなんでわかるの、どうしてこんなこと知ってるのなんて思うことまで、ほんといろいろ文字化で言ってくれて、ただもちろんちんぷんかんぷんなことも言ってくることがあることは確かなんです。もうハテナがね、もう3つどころじゃなくてもう10個ぐらいついちゃいそうだぐらいに、あれなんかよくわかんないなと。でもなんかまあよくわかんないけど、それがもし阻害要因としてあるならば、それは調整してもらおうっていう、こう気楽な感じで私はいつも考えていて、あまりそこに深掘りはしないようにするんですけれども、でも自分がピピッときたこととか、ここはもうちょっと知りたいなっていうことは結構深掘ったりとかするととっても楽しいんですね。まあタイムウェーバーって先ほども見せましたように、こんな機械なんですけれども、この機械は、まあ、12次元までを分析、肉体から12次元までを分析して、そしてその分析内容を文字化して見せてくれて、で、気づきを与えてくれて、で、わからないことでも、タイムウェーバーが一定期間で調整をかけてくれて、解放してくれるものなんですね。なので、まあ、言葉にとらわれないってことは大切かもしれないんですが、大切にすべき言葉もあると思うし、あまりとらわれないようにするっていうのも大切かもしれないし、すごい矛盾してること言ってるかもしれないんですけど、そのぐらい本当もう人間のエネルギーってダイナミックで、もう常に動いていて、もう私たちの思考もですよね、常にいろんなこと考えていろんなこと出てきますよね。もうそれと一緒で本当いつも動いていろんなことが起きるので、出てきた、例えばちょっとあんまり嬉しくないような内容も出てくる時がある時もあります。その時は、まあ、この1ヶ月でタイムウェーバーに調整お願いしちゃおうっていうぐらいの気持ちでいるといいと思います。基本的には私はタイムウェーバーは分析内容を見た時に自分の中から出る気づきを大切にしたり、そしてわからないことはタイムウェーバーにいろいろ聞いてみたりすると、すごくね、ヒントがいっぱい隠されていて、メッセージをたくさんもらえますね。メッセージは本当12次元って、まあ12次元のことはまた改めて他のパートでやりたいなと思っているので詳しくは言わないんですが、12次元の一番上の方って神の根源と呼ばれるような、もしまあ神様と呼ばれるような存在がいるとするのであれば、そこをもの分析が入ってくる、もうまあ不思議な、すごいなって思う機会ですよね。もう私はその本当にね、魅力を感じていて、この素晴らしさを多くの方に知っていただけたら嬉しいなと思っています。まあ簡単にね言うと、先ほど言ったようにタイムウェーバーっていうのは向かう先を応援してくれる。で、さっき、ごめんなさい、これね、この不安は
例えばご先祖様から引き継いでるよとか、あとは自分で作ってるよとかね、自分の間違った行動で作ってるよとか、自分の間違った思考がまだ残ってるよとか、タイムウェーバーは全部教えてくれるんですね。で、なんでわかるのっていうところ少し話していきたいなと思います。まあこんな感じでですね、これもちょっと詳しくは説明しません。エネルギーがよくわかんないっていう方はやっぱいろいろ話しすぎちゃうと余計混乱しちゃいますよね。なのでザクッと簡単にいきます。この白い機械がですね、上のエネルギーにアクセスをして、インフォメーションフィールドと呼ばれるところにアクセスをする。ここには過去現在未来という全ての情報が載っていて、先ほども言ったようにその過去っていうのは、まあ、過去世だったりとかね、もちろんその本当今世の過去のこともあるかもしれないし、もういろいろです。全ての情報法が載っているところ、波として周波数としてあるところっていう風に言われているんですね。まあスピリチュアル的に言えばアカシックレコードみたいに言われるようなところなんですけれども、そこにアクセスをして、そこに必要な、まあ、メッセージをこっちに持ってきて文字化してパソコンで見せてくれるっていうようなものなんです。ちなみにこのちっちゃい子はモバイル版、私が出張で行く、県外に行くときですね、なかなかこの4キロ持っていくことができないので、このモバイル版を持って、セッションを、県外で、行わせていただくことも、あります。で、このじゃあどうやって波を持ってくるんだと、そんなに難しく考えないでいただきたいんですが、例えばですね、例えばちょっとこれも説明しましょう。例えば Wi-Fi、 私たちは、まあ、パソコンでもですね、携帯でも、一番まあ最近は携帯の方が皆さんスマートフォンね、スマートフォンでまあそうね、Wi-Fi つなぐじゃないですか。 Wi-Fi つなぐとこんなマークが出てきて、でそうすると Wi-Fi の名前がここにポンポンって、例えばこれがA という Wi-Fi、 これが B という Wi-Fi、 これが CG だったりとかね、これが 5G だったりとかっていう形で名前が全部出てきて、そうするとここに A っていう Wi-Fi あるよ、 B っていうのあるよ、 CG っていうのあるよ、 5G っていうのあるよとか、でまあ接続する、それとも接続しないっていう形で、まあ私たち選んで、で自分が必要な Wi-Fi 見つけて、で接続して、で暗証番号ですかね、そういった暗証番号じゃないか、ごめんなさい、パスワードとか入れたりとかして、でつなぐわけですよね。これもいわゆる見えないけれども、まあお空の上にですね、こういう線がいっぱい流れてるわけですよ。それを携帯がキャッチして持ってきて文字化して見せてくれているわけですよね。タイムウェーバーも一緒なんですよ。キャッチして持ってきて文字化して見せてくれているわけなんです。なので何らその難しく考えるとなんだこりゃっていう機械なんですけど、よくよくシンプルに考えると、そういえばそうだよね、 Wi-Fi も私たち空見たらこう、まあもしかするとね、サイキックな能力とかね、すごくスピリチュアル能力がある人は Wi-Fi の線見えるかもしれないんですが、私はもう全然サイキックな能力が本当なくて、鈍感ちゃんで、全然かなりの鈍感ちゃんです。なのでまあお空見上げても Wi-Fi の線は見えないし、もうそんな人のエネルギーが見えるわけではないので、全然わからないんですけれども、でも携帯はわかりますよね。もうテクノロジー素晴らしいっていうところですよ。タイムウェーバーもこんな形で上の全ての情報が載っている波をアクセスして持ってきて文字化して見せてくれるものなんです。本当にね、自分の目標とか願望とか夢とか望みとか、まあこれは健康面とかね、ホリスティック医療、情報医療とかだけではなくて、ビジネスの世界でも使えるデバイスなので、機械なので、本当に魅力的で、私はもう本当これに出会えたことには感謝しかないって思ってます。もうこのタイムウェーバーが、私は買った人なんで、もう一生タイムウェーバーと付き合っていこうって思ってるんですね。だって私一人で目標に向かって歩いていく、ちょっともうできないかな
あのそんなこと言うという弱々ちいですけどすいません。なんかまあもう味しめちゃったんでね、私の場合こんな形でですね、要はあの例えばまっすぐの道でもね、阻害要因ってあるんですよ。まっすぐの道だったとしても、で歩いていくにあたってちょっとどかさなきゃいけない大きな石があったり、ちょっと歩いてみたらもっと大きい石でなかなか自分一人じゃどかせないような石があったり、それを乗り越えたと思ったらすんごいちっちゃい尖った石がいっぱいあったりみたいな形で、本当まっすぐスムーズに行きたいんだけどいろんなものがあるんで、でやっぱ目標って簡単に手に入るより、やっぱりそういうチャレンジをしていくことによって自分も成長するし、乗り越え方を知るしとか、まあそういうのが今までは本来テクノロジーを使わなければ自分でこれをどかして乗り越えて、ここはじゃあ尖った砂利を歩くにはじゃあちょっとスリッパ履けばいいじゃんみたいな、そういういろいろ頭を使ったりとかいろいろしてきながら、もしくは誰かにこう車で乗せてってもらっちゃえばいいじゃんみたいな、でも尖ってるからすごい頑丈な車のがいいよねとかね、そういうのを考えたりとかして目標地点に行くのが今までの私たち、タイムウェーバーに出会わなかった私だったんです。でもタイムウェーバーに出会ったら、この石はねこれでどかせるよとかね、この大きい石はね思考を変えるとね多分なくなるよとかね教えてくれてるわけですよ。でこの砂利道の石はねこれで行くといけるよとかね、でもちろん教えてくれるだけじゃなくて、まあ1ヶ月ぐらいかけてこれは調整してなんとか解放してなくそうかみたいな形で、なく1ヶ月とかね数ヶ月するとこれがなくなっている。でまあ1回のセッションでこの道全部きれいになるかっていうと残念ながらそうはならなくて、あの何回かセッションをしていくことによって、どん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 目標に近づいていくっていうことなんですね。あの、まあ、誤解がないようにお伝えをしておくと、まあ、何でも目標と夢を叶えてくれる魔法の機械っていうわけではないんですね。やっぱりその人の成長をさせたい、魂レベルが喜ぶようなセッションにしたい、調整にしたいっていうのがタイムウェーバーの目的でもあるし、もちろんその結果地球レベルにもっていうふうに考えているタイムウェーバー社ではあるんですよ。そう考えると、まあ何でしょうね、これフォーカスなんでしょう、願望とか、目標をタイムウェーバーのセッションで入れたからそれ叶うでしょっていうのとはまた異なってくるかな。まあ例えばそれは叶うように調整はしてくれてるけれども、一回でどこまでいけるかっていうのはわからないよねっていうふうに、考えられています。ただ一回のセッションでも何かしらかのいろんな障害物、阻害要因、必要ないもの、そして応援してくれるもの、こうするといいよっていうようなもの、それはすっごいたくさん教えてくれるんですね。もう一回の調整で何十個も調整していくんで、こうなんでしょう、解放したりとかね、バイブレーションを送っていくので、まあものすごい、一回のセッションでもいろんな気づきがあって楽しいかなっていうふうには思ってますが、一回のセッションだともったいないなって思うのが正直な私の気持ち、本音ではあります。せっかく調整して道をきれいに少しずつしたんだったら、もうちょっとしていくとより目標に近づけていいんじゃないかなとかね思ったりもします。まあただね、そうは言ってもですね、なかなかあのタイムウェーバーってすごく高価なあのセッション料金にはなっているので、あのなかなかそうは受けれないんだよねって思う方多いと思うんですけど、でも1ヶ月調整が毎日入ったりとかするんでね、またその辺の話もまたパート違うところでお話をしていきたいなと。もうとにかく今回このいろんなお話を、音声を通してさせていただけたらなって思っています。結構私途中から早口になっちゃいましたかね、すみません。ゆっくり話そうと努力はしたんですけどごめんなさい。タイムウェーバーって一体何をしてくれるのって言ったら、まとめると自分の目標とか望みや願望、あの達成されるように、そういったものが達成されるように応援してくれて、一緒に目標に向かってくれて、良きサポーターでもあり、コーチでもあり、まあ、パートナーでもある、あの本当に素晴らしいデバイスになっています。もう意識だったりとか考え方だったりとかね、自分をも成長させてくれる、いろんなメッセージもくれる、助けてもくれる、そんな
機会になります。調整もしてくれて気づきも与えてくれますからね、本当はすごい素敵な機会なので、もしどこかね、私だけじゃなくて、今は日本に200台以上ですかね、タイムウェーバーがあるんで、いろんなセラピストさんがいらっしゃると思います。相性の合う方のとね、ぜひなんか受けてみるといいと思います。本当相性ってとっても大切なんで、そこもまたね、どっかのパートでお伝えします。もう皆さんにお伝えしたいことがたくさんありすぎちゃってどこまでできるかわからないんですけれども、いろんなことをねお話しできたらなって思ってます。なるべくね短く話したいとは思いながらも、なかなかすいません、いつも長くなっちゃって申し訳ないです。あともう一個だけ説明させてもらってもいいですか。ごめんなさい、バイブレーションの話ですね。タイムエーバーがバイブレーションを送ってくれると、でバイブレーションを送ると顔を解放する、どういうことだと。これもすごいシンプルなんですよ。例えばですよ、白い T シャツがあって、うっかりワインこぼしちゃったってなった時です。さあ皆さんだったらどうするかっていうと、まあ洗濯するわけですよね。いろんなやり方があるはずです。もう急いで洗濯機にかけて回す、もしくは洗濯機がなければ手でゴシゴシする、もしくは、シミ抜き器みたいなのをピトピトってくっつけてあっという間にきれいにする、もしくは、まあ、炭酸水なんかをここにつけると結構抜けてったりとかするんですよ。で炭酸水をピト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 ってつけて抜いてから洗濯機にかけるとかね、いろんな方法で、でもやり方はいろいろあるけれども、このシミが完全に取れる方法っていくつかしかないじゃないですか。なかなかワインのシミって普通に洗濯機にかけただけじゃなかなか落ちないですよね。まあつけ置きとかしてすごい時間かけたりとかしたらまた別かもしれないしね。でもシミ抜き塗ったら一発ですよね。あとはまあ炭酸水でペッペッってやったら結構綺麗になるんで、その今言ったいろんなやり方でこのワインのシミを取ることができるんです。でもどっちにせよ洗濯機回すっていうことは、洗濯ってグイングイングインってバイブレーションが入るじゃないですか。揺れるじゃないですか。揺れると物って落ちやすいんですよ。あとなんだろうな、女性とかだとわかると思うんですけど、こうアクセサリーでもちょっとこうちょっとこうお求めやすいもので買うと、ずっと使ってるとポロってその石が落っこちちゃったりとかするケースって経験ありませんか？揺れれば揺れるほど落ちやすいんですよね。物理的なものもですけれども、物理的なものも落ちやすいけれども、エネルギー的なものも落ちやすいんです。あとそうだな、メガネなんかもそうですよね。メガネの汚れも超音波でグイーンとこう入れると綺麗になってますよね。波で揺らす、そして落とすっていうことなんです。波で揺らすと今落ちやすくなってくる。まあこの感情とかもバイブレーションなんですね。なのでバイブレーションだから、バイブレーションで落としていくっていうことをすればいいっていうことになってきます。これちょっとね難しい話だったかもしれないんですけど、ちょっと途中分かりにくかったら、まあ、ワインのシミと一緒で、まあ、洗濯機を例えば5分回した洗濯機と30分回し続けた洗濯機、どっちの方が綺麗になるのって言ったら、30分回した方が綺麗になりますよね。それです。バイブレーションがある一定期間ちゃんと届くことによって綺麗になるよ。もちろんタイムウェーバーは、いや炭酸で落とすとこれいいよ、もしくはあのシミ抜き器使ったらいいよとか、まあ、いろんな周波数がタイムウェーバーの中にはデータとして入っています。解放するために必要な色や光や、その他にも食べ物や他にもエッセンス、そして音、その他にもマントラとかヤントラとか画像とかね、もう本当たらふく、すんごい数の、何十万、60万、70万近く、でさらに自分でもデータを作れたりするんで、ものすごいデータ量の中から調整をして解放してってくれます。これを取るには何が一番いいよっていうのをタイムウェーバーは、そりゃわかりますよね、わかってるんです。
インフォメーションフィールドにアクセスできちゃうんで分かっちゃってるんです。もう本当にね、すごい面白い機会です。ぜひぜひ、セッションを受ける予定がある方は、どんなことをね、願望で入れていきたいか、もちろん中には願望とか目標が見つからなくて困ってるっていう人もいると思うんです。そういう人は、それが見つかるようにセッションをしていくといいと思います。ぜひぜひ、いろんなところで楽しんでいただけたら嬉しいなって思ってます。気づきもたくさん得ていただいて、そして目標、夢とかに向かってスムーズに行きやすくなるように調整をしてもらうといいと思います。ではでは、長くなっちゃってすみません。ついついいろいろ喋りすぎちゃいました。申し訳ないです。なるべくね、こうキュッと短くしたいんですけど、なかなかできずでした。すいません、次回もし短くできたら頑張ります。ではでは、長い時間聞いてくださりありがとうございました、タイムウェーバー何してくれるのっていうお話でした、ありがとうございました。